どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は初心者向けての武将解説シリーズということで孫将校の紹介をしていきたいと思います。いよいよシーズン2の武将に突入したということでですね、シリーズ終了の足音が聞こえてきたなという感じがしますね。勢力は5ですね。でコストは7ということで最高コストですね。なのでシーズン序盤では使いにくいということになってますので、あえて使うとするならばそれに合った建築っていうのを進めていく必要があるということになってますね。で兵士適性見ていきますと、騎兵と弓が S ということで、で槍が A、盾が B ということになってますね。兵器は C ということで、兵器で使うことはあまりないんじゃないかなと思いますけども、まあ基本的に騎兵で使うことが多いかなっていう武将になってますね。次属性見ていきましょう。武力に関しては結構高いですね。86が初期値で伸びも 2.39 ということで結構高いということになってますので、まあ、男の武官と並べてもですね遜色ないぐらいの高さということにはなってますが、全武将トップクラスかと言われたらそこまで高いわけでもないということですね。で他に関しても割と平凡なんですよね。速度は結構高いですが、知力とか統率に関してはですね70代初期値ということになってますね。ただ極端に知力が低くないということになってますので、まあ呂布とか張飛みたいなね、武力は滅法高いけども知力が低すぎて軽力ダメージを結構食らっちゃうみたいな武将にはなりえないかなというところがありますね。次固有戦法を見ていきましょうか。吸妖気という式戦法ですね。通常攻撃前に敵軍単体に平人ダメージを与える。有益な機能性状態にある場合さらに平人ダメージが上がり、さらに武力を18増やすということなんですけども、つまり先行とか必中とか連撃みたいなですね機能性状態っていうのがですね、この孫将校にたくさん付与されてる時っていうのにですね火力を発揮するということでですね、この戦法はめちゃめちゃ火力が出る戦法ということになってますね。ただ注意点がありまして、それが下の2行なんですけど、この戦法は発動後に付与された有益な機能性状態下でのみカウントされるということが書いてるわけなんですね。つまり吸妖気が発動する前に得られた機能性状態っていうのはですね、武力を上げたりだとか平人ダメージを上げたりっていう効果をですね付与しないということになるんですね。例で挙げますと、例えば孫将校によく覚えさせられてる雷血戦っていう戦法があるんですけど、これはですね装備している武将に連撃を付与するということでですね有益な機能性状態を付与していることになるんですけども、パッシブ戦法ということになりますので、吸妖気これ式戦法なんですけど、それより先に、雷血戦の方が発動しちゃうということなんですね。なんで連撃を得た状態で吸妖気を発動するということになってますので、発動後に付与された有益な機能性状態ではないということでですね、火力を上げたり武力を上げるっていうカウントはされないということなんですね。あと他の武将にこういった機能性状態を付与してもらうみたいなケースの場合でもですね、この吸妖気が先に発動していないといけないということなんですね。例で挙げますと、両党という武将がいるんですけど、この武将の固有戦法っていうのが式戦法で、自身と友軍単体に先行と必中を付与するみたいな戦法になってるんですね。なんで有益な機能性状態っていうのをですね周りに付与する形になりますので、これ孫将校に当選するとですね2つも機能性状態が得られるということで火力が大きく底上げされるということにはなるんですけども、まあ、同じ式戦法ということでお互い準備ターンに発動するということになってるわけなんですけども、これ同じ式戦法の場合はですね速度が速い方から発動するというルールがありますので、両党が孫将校より速度が速かった場合はですね、両党の固有戦法から発動してで機能性状態を付与してから吸妖気が発動するということになりますので、パッシブ戦法の時同様ですね、戦法発動後に、付与された有益な機能性状態ではないということになってますので、火力アップのトリガーにはならないということになってしまいますので、速度振りとかですねそこら辺の戦法の仕組みっていうのを理解してないとうまく火力を発揮できないみたいな戦法になるということですね。次継承戦法を見ていきましょうか。決命というアクティブ戦法ですね。発動確率は 45% で継承出たところが孫将校のみということになってるわけなんですね。なんで入手難度は非常に高い継承戦法ということになってます。でその内容っていうのがですね必須級ではないんですけども、なんか使ってみたい面白さがあるということになってますので、この決命を入手しようかどうか迷ってるけど孫将校は1枚しか持ってないみたいな方も結構多いんじゃないかなと思いますね。僕もその一人ということになってます。
異性の友軍一人を選択するということでですね、同性の武将ばかりで組んでるとですね、発動してくれない戦法ということになりますね。で、目標が回復を受けたとき、または有益な機能性状態になったとき、90% の確率で同じ効果を獲得するということですね。ただ回復に関しては半分になっちゃいますよっていうことですね。なんでこの決命で指定された武将っていうのがですね、どんどん連撃とか必中とかになったらですね、まあ同じような効果っていうのがですね、この決命を覚えてる武将に付与されるということですね。これはかなり面白いんじゃないかなと思いますね。で、これが2ターン持続するということで、まあ入手してる方っていうのは非常に少ないかなと思うんですけども、使いようによっては非常に強い戦法で、縛りも結構きつい戦法ということになってます。で、孫将校に覚えさせたい継承戦法ということなんですけども、これは連撃を付与するような戦法を覚えさせたいということになりますね。この固有戦法っていうのの火力っていうのが非常に出て、で、通常攻撃を発動前にですね、相手にダメージを入れるということになってますので、通常攻撃が打てれば打てるほど良いということになってますから、強行とか雷決戦のようなですね、この孫将校自身にですね、連撃を付与するような戦法を覚えさせるのがベターかなというところですね。で、他にはですね、突撃戦法なんかを覚えるといいんじゃないかなと思いますね。通常攻撃が増えるっていうことは、突撃戦法の発動トリガー回数っていうのも増えるということになりますので、せっかく連撃を得たんだったらですね、それを活かすという感じで突撃戦法を覚えるということですね。まあもう一つの選択肢としては、コケヨーヨーのように封印耐性が得られる戦法を覚えるということですね。この孫将校を通常攻撃後にダメージを与えるということになってますので、封印されちゃうと通常攻撃が打てない、つまり固有戦法でのダメージも入れられないということで、本当にただのデクになっちゃうっていうところがあるんですよね。なんでそういった機会を減らすためにですね、呼吸ヨーヨーを装備させてですね、まあその分ですね、火力が出るような戦法っていうのが覚えさせられなくなってしまいますので、火力の低下っていうのは否めないんですけども、その分安定して戦えるようになるということですね。次、孫将校を使って組めるおすすめの編成ということなんですけども、これはもう一択にしちゃっていいんじゃないかなと思いますね。ゴキバという編成があります。こちらはですね、集大が登場して、で、さらに雷決戦が登場してからということなので、まあシーズンで言いますと PK シーズンに突入してからということで、シーズン4以降ということになりますかね、から組めるようになる編成ということなんですけども、これが結構強いということでですね、僕もシーズン4に入って即使ってみたんですけども、まあめちゃめちゃ強かったですね。今だったらですね、いろんな対策案っていうのが出てますので、そこまでこのゴキバっていうのがですね、暴れ回ってるっていう印象はないんですけど、それでも赤い人とかが使ったらですね、最新シーズンでも無双してるっていうぐらいですね、息の長い編成ということになってますね。孫将校に雷決戦と百鬼紅葉もしくは呼吸ヨーヨーで、両党に臥薪嘗胆もしくは破軍衣装と戦軍一掃で、集大にですね、意気昇天と清涼鉄器という編成になってますね。で、こちらの編成のコンセプトといたしましては、まあさっき固有戦法を説明した時にですね、なんとなくお伝えはさせていただいたと思うんですけど、両党の固有戦法っていうのでですね、孫将校に必中と、あと先行付与するっていうことですね。で、孫将校がですね、連撃を得ながらですね、相手に効果力を叩き込んでいくというところですね。で、この編成の唯一無二なところっていうのは、必中というところにあると思いますね。必中ってなかなか得がたいところがあって、速攻型で必中を得られるような編成って、もしかしたらこのゴキバぐらいなんじゃないかっていうぐらいですね、結構珍しいんですよね。で、必中が付与されるとですね、例えば活目相対であるだとか、サジの固有戦法で付与された、回避率っていうのをですね、ゼロにするということができますので、確実にこの孫将校がダメージを入れていけるということになるわけなんですね。なので苦手編成っていうのはかなり減るんじゃないかなという感じがしますよね。で、集大の固有戦法っていうのはですね、友軍の火力を上げるということになってますので、その孫将校の火力をしっかり上げていこうということですね。で、この編成っていうのはですね、制御っていうのも結構付与しまして、意気昇天と戦軍一掃の合わせ技でその相手を強行状態にしたりもできますし、そもそも意気昇天で封印にもできると、で、臥薪嘗胆でも、強行にできますしということでですね、結構その相手に動かさせないみたいなね、タイプの編成ではあるんですよね。なんで1ターン目先に動いて、で、相手に効果力を叩き込みつつ制御にして、で、2、3ターンで決着してしまうみたいな編成になってますね。なんで僕はシーズン4で使った時はですね、対策っていうのもですね、打てる編成っていうのが少ないっていうのもあってですね、もうポンポン激戦を出して、しかもですね、並走っていうのがほぼなく勝てるっていうところがあるんですよね。
これはかなり気持ちいいということでですね、気に入って使ってたという記憶があります。次、損傷庫を使って発動する絆効果なんですけども、高等の強というのがあります。こちらはですね、損傷庫、大強、小強で組むことで発動する絆効果で、で、その発生効果っていうのが、戦闘開始後2ターンの間、自軍2人の速度を30増やし、回避効果を 25% 増ということになりますね。で、この発生効果っていうのは結構悪くないかなっていう気はするんですけど、ただ大強に関しても小強に関してもですね、戦闘に出すような武将じゃないんですね。内政武将ということになってます。こういう戦法でね、相手にダメージを入れたりっていうことができませんので、まあ組むことはほぼないかなっていうか、まあ一回も見たことない編成ということになってますね。なんで効果がいいのにもったいないなっていうところでですね、こういった誰も触らないような絆効果っていうのにちょっと手こ入れしてもいいんじゃないかっていうふうにちょっと思ったりしますけどね。そして最後、三国志における孫昌公ということで、この人物の小話をしていきたいかなと思うんですけども、そもそも孫昌公という名前自体がですね、創作ということになってます。正史には孫夫人としか記載されてないんですね。じゃあなぜ孫昌公と呼ばれてるかと言いますと、三国志を題材とした二次創作っていうのがあって、でそれで孫昌公っていう名前が付けられてたんですよね。でこの作品が爆流行りしてですね、そのまま日本にもですね、孫昌公という名前で伝わったっていう感じなんじゃないかなと思いますね。で血筋に関してはですね、孫権の娘で孫作と孫権の兄弟ということになるわけなんですね。で孫権っていうのは後に皇帝になりますから、バリバリの皇族ということになってます。ただですね、ここにも書いてますけども、後に戻った後の記述はないということが書いてますので、晩年どのように過ごしたのかとかいうのがですね、一切わからない人物になってるということになってます。でこの後に戻った後っていうのはどういうことって、後から一回離れてたのっていう話になると思うんですけども、実は劉備と結婚してるんですよね。でこの劉備っていうのはですね、まあその父親の孫権とかと同時代に活躍してた人物っていうことになってますので、親子ほどの差があったっていうことなんですね。なんで政略結婚って言うてもいいんじゃないかなと思いますね。後は劉備を抱え込もうとしてこの孫昌公を嫁がせたっていうことになってると思うんですけども、まあこの孫昌公っていう人物がですね、劉備の元で暴れ回ってたみたいですね。まあその皇族、まあ後のですけどね、孫権の妹っていうことでですね、邪険には扱えないっていうところがありますよね。丁重に扱わないかんっていうところではあるんですけども、気性がめちゃめちゃ荒って、でその引き連れた人とかもですね、法を犯しまくってたみたいなところがあって、どう扱ったらええんかっていうことでめちゃめちゃ悩んでたらしいんですよね。なんで孔明もですね、外にも内にもなんか大きな敵がおるみたいなことを嘆いてたみたいな記述もあるらしいですね。禅門の虎、肛門の狼みたいな感じになってる、その肛門がですね、まさか主君のですね、嫁っていうことになるとは思っても見なかったかなと思いますね。で最終的にですね、まあその劉備の後継ぎである劉禅をですね、その拉致して郷に連れて帰ろうとしたらしいんですよね。でただこれは未遂に終わって、でその後離婚してですね、郷に帰ったということらしいんですよ。で郷に戻った後の記載はないということになってるっていうことなんですけど、まあこれだけですね、派手な人物なのになぜ記載がなかったのかっていうのはよくわかりませんけどね。まあただこの三国志っていう作品においてですね、この孫夫人っていうのはめちゃめちゃ存在感を出してると思いませんか。まあこれはですね、三国志演技っていうですね、これまたまあこの創作の作品でですね、いろいろやらかすからっていうところがあるんですけども、三国志に登場する女性といたしましては3本の指に入るぐらいですね、なんか存在感を示してるような人物かなと思いますね。三国無双なんかにも登場するということでですね。でこの九陽旗っていう固有戦法の名前なんですけど、これはですね、いつもなんか腰に弓を、携えてたみたいなですね、本当に男勝りな性格をしてたっていうことでですね、そのように呼ばれてて、でそれが式戦法の名前にもなったっていうことだと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。